ウーローラのお時間になりました。本日のテーマ、鹿児島合宿の内容とはということで、まあ、前回ですね、鹿児島合宿のワンデーのセミナー映像をちょっと販売したんですけど、今回はですね、初心者向け、まあ、前回はかなり中級上級者向けのやつを案内したんですけど、今回は完全初心者ですね。完全初心者向けの内容になっております。要は何やったらいいか分かりません。何から手をつけたらいいか分かりません。行動がなかなかできません。どうやって稼げばいいのか分かりません。右も左も分かりませんっていう内容です。まあ、なんでかっていうと、合宿に参加された方がね、そういう状況だったので、それに対しての、話をすごくしました。で、前回はまあ、全員稼いでる人が参加した、前回売ったセミナー映像に関して、合宿映像に関しては、まあ、全員参加している人が参加してたので、まあ、かなり中級上級の話をしたんですけど、今回の合宿は販売するやつはね、もう右も左も分かりません、これからスタートしていきますっていう人が参加してくれたので、まあ、その内容になってます。で、まあ、ブログで書いたのが、要は原因ですよね。自分が稼げてない原因だったりとか、自分が行動できない原因を知らないと、まあ、その対処方法分かんないよねって話で、で、最近ね、僕、スラムダンクをこう見ててね、スラムダンクの話題とかもちょっと話したりとかしたんですけど、このスラムダンクのね、安西先生のね、名言の一つで、下手くその上級者への道のりは、己が下手さを知りて一歩目っていうね、なんだ、桜木花道に、その、シュート2万本を課した時に、まあ、確かこのセリフ言ってたと思うんですけど、下手くその上級者への道のりは己が下手さを知りて一歩目っていう。だから自分は今どういう状況なのか、なぜじゃ下手なのか、まあ、ちょっとスラムダンクの話にすると、そのなんで桜木花道はシュートを入れられないのか、まず自分下手だよ、まあね、桜木花道は俺は天才だと、そんなわけはないと、俺は上手いんだみたいに言ってるんですけど、なんだ、ビデオカメラでね、ビデオカメラでその桜木花道軍団がビデオカメラをこう持ってきて、桜木のフォームをね撮ってくれてるんですよ。でビデオテープいっぱい持ってね、で撮影してるんですけど、一番最初のフォームが下手なんですよ。で桜木花道が自分のフォームですよねをビデオで見たら、これは俺じゃないと、こんなフォームしてたのか俺はみたいななんだこれはみたいな、そこでなんか自分のフォームのずさんさを知るっていうね。でそこから、まあね、桜木花道も練習もするし、なおかつ自分のフォームチェックですよね。もう夜フォームチェックずっとしてね、自分のフォームのそのシーンもあるんですけど、ビデオ全部見て、最初はどういうフォームでどういう変化があったのかってずっと見て研究してるんですよ。でもこれって自分がなんで下手なのかっていうのが分かんないと、これ改善しようがないですよね。どうですか。いや、そもそもなんで行動できないんですかっていう、その原因だったりとか、じゃあその解決方法が分かんないと無理じゃないですか。なんで、まあそこをすごい話してますね。だからまあ結構それに気づいてる人が少ないのかなと思います。特にノウハウコレクターになる人っていうのは、まあ全員じゃないかもしれないですけど、その稼げるノウハウに出会えば、稼げるって思ってる傾向はあるんじゃないかなと思うんですよ。もう一度言いますね。ノウハウコレクターになっちゃう人の傾向としては、稼げるノウハウ、自分にフィッティングするノウハウに出会えば稼げるんじゃないかな。稼げると思ってる。要は、自分が稼げてない原因は、その稼げるノウハウに未だ出会ってない。みたいな、なんかそういう思考プロセスがあるんじゃないかなとは思うんですけど、いや、それも一理もちろんあるかもしれないですよ。今までその買ってきたやつが全部詐欺みたいな人の商品買ってるんだって、それはそうかもしれないですけど、そもそも論として、まあこれは僕の見解ですけども、稼げるノウハウを仮に手に入れたとしても、それを実行しないといけないわけじゃないですか。行動しないといけないですよね。ノウハウ買って終わりじゃないですよね。ノウハウ買った瞬間に億万長者になれるんだったら、それみんな億万長者じゃないですか。それが正しい。だから、東大に受かる確率が非常に高い参考書を買いました。で、参考書買って、東大受かるんですかと。でも、その参考書は素晴らしい参考書だったとするじゃないですか。で、東大に受かってる人はその参考書をみんな勉強しましたと。すごい参考書がありますと。
だけどその参考書買っても勉強してその行動してその やっていかないといけないわけですよね。買って終わりだったら意味ないですよね。だつまり一番大事なのってどうやって行動していくのかっていうところが大事なわけですよね。でもちろんそのどういう行動していくことも大事なんだけど、どうやってその行動していくのか具体的なやり方も大事なんだけど、その本質のところがずれちゃってると、なんだろうな、ずっとその自分に合う自分が稼げそうなノウハウばかりずっと追い続けて、気づいたらノウハウコレクター歴10年ですみたいな。まあいろんな人僕見ていますけど、かなりありますからね。これまで気づいたらノウハウコレクター歴10年何も稼げてないっていう。な、去年、これたまに言いますけど、去年僕不幸自慢コンテストをやりまして、まあ毎年やってるんですけど、不幸自慢コンテストで、その最近ね AI が出てきて、その AI で稼げる方法っていうのを買いまくって100何万買いましたと。で、結果稼げてないし自分の成長もなかったと。AI って本当に稼げるんですかみたいな。そう。だ今後、じゃあ AI じゃなくて〇〇で稼げるっていうところにまた食いつく、飛びつくでしょうね。そういう思考プロセスを持ってる人っていうのは。だからその根本的な原因どこにあるのっていう話なんですよね。だけどそれを知らない。それを自らこう知らないんであるならば、それは厳しいよっていう話ですよね。だからまあ今回のね、合宿映像に関しては、その問題点のブラッシュアップ、どうやってその問題点探すのかとか、解決方法とかね、あと具体的にハウツーでどういうふうなことやっていけばいいのかみたいな、お伝えしてるので、これから情報発信していきたい、これからコンテンツビジネスやっていきたいっていう方はかなりいいんじゃないですか。かなりいいと思います。どうやったらその問題を見つけられるのか。で、みんな問題見つけられないんですよ。その問題の見つけ方だったりとか、その解決方法とか、やり方ってのはめちゃめちゃ話してるので、内容は初心者の人にとってはいいと思います。ただ中級上級者の人にはとっては、まああんま良くないと思います。ただ初心者の人にとってはいいと思います。だ前回は初心者の人にはちょっとわかんないかもしれないけど、中級上級者の人にはいいもので、で今回は中級上級者の人にはちょっと微妙かもしれないけど、初心者の人には抜群な内容になってます。はい。なんで、もし自分がね、今からコンテンツビジネスで始めたい、情報ビジネス始めたい、情報発信していきたい、だけど何からやっていいか分かりません、行動がなかなかできません、あとノウハウコレクターになってますっていう方はもう間違いなく見といてほしいなと思います。で、価格もかなりリーズナブルです。で、今回はねテストとして、まあ今までね裏メルマガでご案内してたんですけど、まあちょっとね裏メルマ、まあ Gmail が6月アップデート、なんだ、規約のアップデートというかね、規約、大幅な規約変更がありまして届きづらくなったっていうところがあるので、まあちょいちょいこれからいろいろテストしていくんですけど、まあ前回もね1回だけそのやったんですけど、今回はもう最初から YouTube で直売りします。はい。なんで、3日間限定でね、22、23、24で販売してます。YouTube 上で。はい。僕の2時間22分っていう YouTube チャンネルを覗いてもらえれば、そのセールスしている動画が1本あると思うんで、そこの動画の下のリンクをクリックするともう買えるみたいな話ですね。今まではメルマガに登録しないと買えなかったんだけど、そもそもメールが届かなかったら届けられないっていうところもあるので、もう YouTube 上、YouTube にアクセスしてください。まあすみません、YouTube にアクセスできないんだったらそれは無理なんですけど、それはあんまないと思うんで。で、まあそこの概要欄にリンク載せてるのでそこから買えますよっていう。で、まあ今後はね、その裏メルマガではやめることはないとは思いますけど、いろいろとこうテストしながらやっていこうかなと思ってます。だからその、裏メルマガで案内しなくても YouTube でこう、どれだけの、この YouTube 単体だけでこうやった場合、この前は裏メルマガも YouTube 単体も両方やったんですよ。で、今回はもう裏メルマガ流さず YouTube のみだけでこう販売すると。じゃあまた裏メルマガだけで販売してみるとか、その繰り返しですね。YouTube だけで販売する。裏メルマガだけで販売する。で、この比較対象を見てどんな感じなのかっていうのは一応やってきますんで、すいません。今まではね、本当に裏メルマガに登録しないと買えなかったんだけどね。ラッキーですね。裏メルマガ登録しなくても買えます。はい。買えます。はい。なんで、まあ、届かない。要は、その商品の案内メールが届かないってことが 100% ないので。てかメール送んないですから。そう。
だどうし、まあ、まあまだねテストこれからいろいろしていくので、まあ、どうなるどういうふうにしていくか分かんないですけど、もしかしたらそのテスト結果全部いろいろずっといろいろテストして見てみて、まあ、YouTube で直売りでも大して変わんないんだったら、もう裏メルマガも廃止してもいいかなみたいなね裏メルマガ廃止、もうメルマガ廃止みたいなね。あ、でもメルマガ廃止はどうなんだろうな。まあそこもちょっと考えてきます、いろいろと。ただね、ダイレクト出版が本当に今リスト取ってないんですよ。で、この前 YouTube 広告も見たんですけど、ダイレクト出版ので、 YouTube 広告もリスト取ってないんですよ。直売りで売ってましたね。直売りで。しかも直売りで塾売ってましたからね。ただ、そのダイレクト出版塾売ってんだけど、サブスクみたいな感じでやってるので、その、いきなり直売りで30万、40万買ってくれってわけじゃなくて、サブスクで、2980円ぐらいでやってたかな、塾なんだけど。で、年間だといくらですよ、みたいな、なんかそんな感じでやってたんですけども。だからその、なんかリスト取ってないんですよね、ダイレクト出版が今。直撃でやってるんで、そう。いや、だからリストマーケティング会社がリストを取らなくなったぞっていう、僕からすると衝撃的な、その今までそのね、ダイレクト出版って年間で10億ぐらい広告費使ってるんですよ。で、今までもう何百億円みたいな広告費を投入してるわけですよ。で、リスト数も250万ぐらい今あるのかな。で、その会社がリストを取らないんですよ。衝撃的でしょ。考えてもそう、 YouTube もリスト取ってなかったしね。まあ多分今もダイレクトもテストしてると思うんですよ。リスト取るバージョンとリスト取らないバージョンでテストはしてると思うんですけど、うん、まあ僕はちょっと衝撃的だったんで、リストマーケティングの鬼の会社がリストを取らないっていうね、その無料プレゼントでリスト取らないっていうね、直売りするっていうのはちょっと衝撃なんで、まあ僕もねちょっと時代が変わっていくので、やり方も変えていかないといけない部分ありますから。まあでもね、メールアドレス自体がなくなることはないですから。まああとはまあ配信機の会社にあと頑張っていただくとか。でもね、まあ大元の G メールとか、大元の Yahoo メールとか、大元のそのメールを管理してる会社さんがめちゃめちゃ規制を厳しくしたら、そこをかいくぐるっていうのは結構しんどいとこもあると思うんですよね。そう。まあ今後どうなっていくか、まあね、わかんないですけど。まあ、とりあえず今回は YouTube のみだけで販売してみますので、興味あればね、YouTube チェックしてみてください。はい。で、この前もやったんですけど、その YouTube に関しては今回3日間限定で、で、3日間限定で公開してんで、その動画非公開にしちゃいますので、もう見れなくなる。要は買えなくなるって話ですよね。この前は2日間限定で公開して、で2日後にもう非公開にしたんですけど、まあそんな感じですね。だからまあ、3日限定で公開して、まあ、決してその後もう見れなくするみたいな感じにしますんで。はい。ということで、興味ある方はね、ぜひチェックしてみてください。終わります。ご視聴ありがとうございました。